皆様、いつもご視聴していただき、ありがとうございます。気になるニュースを紹介しています。かずみです。今回皆さんにご紹介するニュースは、ムン大統領の息子さんが、多額の支援金を受け取ったことについて、インタビューした記事です。この話題は、軽国民の関心が高く、手を変え、品を変え、記事が上がり、コメントがいっぱいつきます。この盛り上がりは、どの関心ごとよりもヒートアップ。ファンの精神全開ですよ。タイトル、ムン・ジュンヨン氏、支援金選定の特別な恩恵はありません。大統領の息子として生きることは楽しいです。ムン・ジェイン大統領の息子であるメディアアート作家ムン・ジュンヨン氏が、渓谷文化芸術委員会文芸委の支援金特別恩恵の疑惑について、政治家たちが何ら根拠もなしに大統領の家族を政治に悪用することと話しました。ジュンヨン氏は25日、京畿新聞とのインタビューで、疑惑を提起した国会議員は、必要な資料を入手し、検証もするのになぜ、疑惑に対する根拠が見つからない、その事実を明らかにせずに、沈黙しているとし、このように述べた。これに先立ち、ジュンヨンさんは、今月18日、自身の Facebook に、文芸委の芸術と技術誘導支援事業で、6900万ウォンの支援金対象に選ばれたと発表しました。昨年12月にコロナ19被害緊急芸術支援事業を申請し、ソウル市から1400万ウォン、約1400万ウォンの支援を受けたことが明らかになり、波紋を呼んだことを意識し、今回は支援金の選定事実を先制的に明らかにしたのです。特別恩恵があったとすれば、審査員は何になるだろうかとし、審査員が多数なら政治の方向もまちまちだろうが、共通した評価が出ないと述べた。クワクサンド議員が、志願書類はもちろん点数や順位、面接会議録まで個人情報であるにもかかわらず、無責任にメディアに公開したのは不当なことだと述べた。ジュンヨン氏は、自分が諦める支援金が多いと主張しました。問題を感受してまで申請する価値がないこと、例えば金額が少ないとか重要度が低いといった支援金は諦めてきたと話した。また特に生活が苦しい方を支援する支援金は最初から排除したと付け加えた。パクさんがジョンヨン氏に質問し、今回のイベントは渓谷メディアアート分野で予定されている一種のコンテストのうち、支援金だけでなく展示など全てのイベントの中で支援金の規模が最も大きかった。全てのメディア作家、特に実験芸術作家が申請したものだと思ってください。そして、彼らと競争して選ばれたら、どれほど大きな実績と栄誉に満ちたことだろうか、と語った。さらに、チョン・ヨンヒョン氏が質問。支援金問題について、ムン大統領と話し合ったことはないか、という質問に対し、ジョン・ヨン氏は、大統領の活動や、政治集団の有利不利のためにある個人に犠牲を強要するのだが、それがどれほど恐ろしい言葉なのか、みんな考えてほしいとし、親の立場でそんなことができるだろうか、そんな主張をする人には自分の子供にそのように強要しろと言いたいと答えた。続いて、大統領の息子だから作家のムン・ジュンヨンが被る被害があるのかという質問には、いい点は政治家の攻撃が失敗して政治的効果はない反面、作家として自分の実力を浮き彫りにする結果だけを生んでいるという点とし、不便な点はこうしたマスコミへのインタビューと SNS をするのに作業時間を奪われるという点と話した。大統領の子供として生きるのは本当に疲れるでしょうねという質問には、面白くなるよう楽しく受け入れようと思いますと答えたと伝えています。このインタビューの内容を読む限り、軽国民の気持ちを逆なでしているように聞こえます。この記事の書き方なのでしょうか。それでは軽国民の反応を紹介します。支援金を3回も受けてますよね。総額は1億3000万ウォン。血と汗で納めた血税を大統領の息子という理由で特別恩恵を受けてます。厚かましい上に恥ずかしくないのが分かりません。常識がなくてもいいです。考えというものがあればね、いいところに寄付をしますとか国民に譲歩したりなど、
断るしかないかと思いますよ。無知なのが必ず血は争えないということを自ら見せてくれると思います。国民は恥をかかせているんですね。まあもうこのうんざりする無能な政府も残りわずかです。歴代の有名な大韓民国の政治家の中で、それも大統領の子供の中にあんな下品な意識構造とあんなに低俗な言葉を駆使した子がいましたか？慶国を代表する政治家の中で、親というものは子供に3食与え、教育をし、必ずすべきことと絶対にしてはいけないことを教えていき、区別できなければ正す。なのに彼はあんな真似をしながらずうずうしくあんなことができるのか。彼は口を閉じて静かにしていなさい、 Facebook に載せて自慢しないでください。あなたの実力を問題視するのではなく、大統領の息子が一人の国民になぜ譲歩できないのかということです。彼は人間性も欠片もないです。政権が変わればもっと面白くなるでしょう。楽しみにしていてください。いかがですか？国民に相当嫌われているようです。そしてそのことを意に介さない発言で燃料を投下するところはお父さんの血が濃いようですね。皆さんはどう思いましたか？よろしければコメントで感想を教えてください。今回の動画は以上です。動画が面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。